赤木山、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 工術は関東地方の北部、群馬県のほぼ中央に位置する山。太平洋プレートがオホーツクプレートに沈み込んでできた東古型火山である。また、赤木山はカルデラ湖を伴うカルデラを持つ、関東地方で有数の複製火山である。春名山、妙木山と並び、高下三山の一つに数えられている。 また、日本百名山、日本百景の一つにも選ばれている。中央のカルデラの周囲を、延長を持つ1200メートルから1800メートルの、峰々が取り囲み、その外側は標高にして、約800メートルまでは、広く緩やかな裾野の高原大地を成している。中央部のカルデラ内には、カルデラ湖の大沼、大沼、小野屋角万部地、加工湖の大沼、小沼、小野がある。 大沼の東岸、最高峰黒部山の山徳にあたる場所に赤木神社があり、山徳各地に里湯があるほか、関東一円に抹茶約三百社が分布している。中原にパノラマ展望台がある。赤木山は一つの大きな火山帯の名称であり、同盟の峰は存在していない。赤木山の形成はいくつかの時期に分けられる。古紀清掃火山形成期。 新規清掃火山形成期、中央下高級形成期である。約50万年前、足尾山地と小音川の間の停止地、柏崎千葉構造線の群馬県東部部分、利根川構造線の割れ目で、火山活動が開始される。安山岩室、潮に54から60%の溶岩と、スコリアからなる清掃火山を形成した。最大時の標高は2500メートル程度と、 推定される。約2 0万年前頃から二酸化ケイ素の量が増えて、溶岩が低サイト質になり、それに伴い爆発的噴火型発し火災流や山体崩壊による岩屑なだれが山麓に流化して、現在の広い山麓を形成した。標高が1500メートルほどになったとみられる。南西側へは赤木立花、山岩節なだれがあり、 赤木西側にある孤立旧軍、立花山、箱田山、十二山など、高毛大橋東側にあるカール城地形を形成した。一説には、屋敷島公園の応援が、岩はこの岩坊なだれによるものだという。南東六側では、梨木霊流が発生している。山体崩落に伴う、大規模な岩坊なだれであり、大後、大間ま方面へ流れ、伊勢崎市北部、ゴン山、 ケゾウジ周辺まで到達した。その後、一旦火山活動は休止した。約15万年前、または13万年前頃、大規模な爆発を伴って活動が活発化し、山頂部の崩落部を覆うように、溶岩ドームが形成された。黒部山、駒ヶ岳などの部分である。船が、岡山はこの時の流出溶岩が固まったものという。また小黒山、 荒山、鍋割山、鈴ヶ、岳、小二山といった溶岩ドームの川火山が形成された。11から12万年ほど前の鈴ズ竹などの噴火では西北西へ火砕流が流れた棚下火砕流。この火砕流は小持山に止められる形で堆積、利根川を遮ってこの沼田湖を形成している。なお、鈴ズ岳北西から一帯の谷地域を宮山カルデラとして、 この時期、陥没したとする説もある。この説では、鈴ヶ岳を地蔵岳、尾沼火山と同時期に形成された深山カルデラの中央加工級とみなしている。荒山、鍋割山の噴火は、約7万5千年前で、南北へ黄金火砕流が流れている。約4、5万年前には、湯の口粉をかかる石を噴出し、山頂部が大きく陥没。 現在の山頂カルデラを形成した。外林山として残っているのは、黒部山をはじめ、駒ヶ岳、神ヶ笠山、薬師岳市、出張山、桑原山、鳥居峠である。また、正確な時期は不明だが、カルデラ内部には、カルデラ湖が形成された。3万年前には、カヌマ港か軽石を紛失した。その後、地蔵岳溶岩ドームと、小沼田フリング、三原市山が、 中央下高級として形成された。これを最後に大規模なプリニー式噴火は途絶えている。中央下高級の出現によりカルデラ湖は分割され、中央下高級北東に大きく広がる高尾沼、西側の新坂平湖、南側の音木の森湖の3つになったが、高尾沼、新坂平湖はこれを源流として北西に流れいた。沼尾川の侵食によって、縮小、新坂平湖は消失。 小沼は現存する大沼と、里島園、湿原地帯に分かれた。おとぎの森子も、春川の侵食で消失した。小沼タフリングには河口に、水が溜まり、小沼を形成した。当初は、現在よりも大きかったが、春川の排水で、現在の広さまで縮小している。あ鏡の中に、県庁三年四月十九日。 1251年5月11日、赤木学焼とある赤木学は当時の呼び名。この記述を根拠に、気象庁はかつ火山に指定しているが、噴火に相当する堆積物は見つかっていない。カルデラ内にある最新の火山活動地形、同時噴火で形成されたオヌマタ沼田振口の池加工は、約2万4千年前に形成されたと推定されており、それを 春名山が6世紀に起こした噴火で降らせた春菜か歩行か軽か石が表面を覆っていることから、あず鏡の記述は山火事を意味する可能性が高いとされる。南独の寺の火事のことではないかという説もあり、もし山火事であるとすると、あず鏡は、おおむね過去1万年以内に噴火した火山と定義されている、かつ火山に該当する根拠となる資料ではないことになる。一方で、 県庁三年の噴火について、あずま鏡以外にも言及する資料が発見されている。三代沢赤城神社の新館家に伝来した古文書、赤城神社伝来記の中に、県庁三年頃、東楼学、春より焼け始め、四月十九日焼きで、石綱を降らすことをびただしけれ、とも、当初は、無難なり、今赤、石平正しなり、楼学は、荒山、赤石平は、 現在の小麦沢とある。峰岸住尾は赤木の大穴、大穴川の源頭の沢、3から4万前の水蒸気爆発の加工跡と推で、小規模な水蒸気爆発が、この県庁3年にあった可能性を示している。当期の関東平野に吹く特有の北風、空っ風を、群馬県平地部では赤木おろしと呼ぶ。この語源は赤木山の方角から吹くため、 高戸カルタの読み札には、大と空風、空っ風ギリ人情とあり、群馬県を語る上で、空っ風の存在は外せない。日光市、南大山の北西六の戦場が原には、南大山の神と赤木山の神がそれぞれ、オロチと大ムかでになって戦い、南大山の神が勝利を収めた、という伝説がある。赤木山の北にある追神温泉の地名は、 この時落ち延びた神が追われてやってきたことに由来すると言われ、赤木という三名も神が流した地で赤く染まったことから赤木が転じたという説もある。戦場が原で負けた赤木山の神は老い神温泉で傷を癒した後に南大山の神を追い返したという。また、平家ゆ伝説では赤木山の神がおろち南大山の神が大向かれとなっており、 おろちが勝利したという説になっている。江戸川沿いにある千葉県流山市には赤城神社の祀られた小山があり、大洪水の際に赤城山の山体の一部が流れてきたものだという伝説がある。流山という地名はこれに由来するという。赤城山といえば上州の教託、国定ただで有名であり、明治、大正、昭和初期に講談や新国劇の題材として、 大人気だった。国定忠春の一節、赤城の山も今宵限り、生まれ故郷の国定村や縄張りを捨て国を捨て、可愛い古文のてめえたちとも、別れ別れになるかどでだ。のセリフで、この山の名前が全国に広がった。忠春にちなんでか、赤城山の岩穴で、鳥場が開庁された時代があったが、明治時代に取締りの強化で一掃されている。赤山の読みは、 赤木山、赤木山の二通りがあり、いくつかの辞典、辞書では二通りの読みを併記している。1947年、昭和22年に誕生した群馬県の郷土カルタである、高芸カルタの読み札に、すそは、流し赤木山とあるように、群馬県民の間では、赤木山と呼ばれ、親しまれている。地元の道路案内標識での表記は、赤木山、MT、赤木のほかは、 赤木山赤木山、または赤木山、MT 赤木山である。また、昭和時代の郷土力士である赤、白山明、藤岡市出身の四個名の読み方も赤木山である。赤木山は国土地理院の地図では赤木山と記載されていた。これは山を山と読む規定によるものであるが、群馬県、特に 前橋周辺で赤城山と呼ばれて親しまれていたため、群馬側がこれに異議を申し立て、赤城山への解消を求めた。国土地理院はこれを受け入れ、現在発行の地図は赤城山となっている。一方、国土地理院ウェブサイト内、日本の主な山岳標高の山の紹介では、赤城山を第一とし、赤城山は微高として扱われている。また、 気象庁ウェブサイト内にある赤木山のページにおいても、振り仮名は赤木山である。古い時代の文献としては、赤木神社の社務所が1911年、明治44年に発行した旅行ガイドブック、赤木山名称案内がある。その第二版として1912年、明治45年に発行した赤木山案内では、赤木山と振り仮名を振っていた。 赤木山周辺にいくつかある赤木山という地名は江戸時代の入会地が宮内庁管轄の御領地を経て1950年代頃に大あざとなった時初めて付けられたものですべて赤木山と読む地名の呼び方は山と山が混在しているともされるこのほか、日本酒の銘柄である赤木山はなお倉本である近藤酒造のウェブサイトを参照すると ウェブサイト及びメールアドレスのドメイン名は赤木山となっている。講談社発行の日本酒本格上中泡盛銘柄コレクションでは赤木山と振り仮名が振られている。複数の山頂に登るため登山コースがいくつかある。など。カルデラ内への連絡道路。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。